レスリング柴田参上。やらかしたユーチューバーを真っ先に全力で叩け。昨日の友は今日のネタ、気づけば友はいないけど、孤独を抱いて悪を打つ、悪口言っても心よろしくお願いします。お久しぶりです。お久しぶりはい、もうすごいね、絵面がね。いやー、確かに、っていう感じで、はい、届いたよ、ベンツ。あー、おめでとうございます。このセットはかっこいいです、本当にかっこいいでしょ。本当にかっこいい。さっき車一緒に並行して走ってましたけど、遅いですもん、来るのめっちゃ、もうめっちゃ慎重だから、流れるだろうってところ。いや、かっこいいです、本当に。いや、でもね、すごいよ、ありがとう、まあ、素晴らしいよ。はい、で、はい、そう、ベンツが届いたんだけども、はい、あれね、俺これ、はい、届いたら、はい、どうしても一個だけやりたい企画があったのよ。なんすか。それが、はい、あのね、ナンパ。おー、ナンパ。あのね、まあ、正直、ゲレンデ、性能的には、はい、大したことないと思う。いやいや、そんなことないでしょ。いや、まあでも、言うてスバルの方が性能はいいよ。日本車の方がね。日本車の方がね、はいはいはい、で、でも、はい、じゃ何がいいって言ったら、はい、やっぱこう、ブランドというか、まあそうです、どやれるじゃん。まあそうです。これめちゃくちゃ人気ですからね、ゲレンデは。でしょ。本当に人気ですから。女の子も、まあ好きじゃんよ。いや、絶対っていう中で、やっぱこう、ゲレンデにさえ乗ってれば、はい、めちゃめちゃモテるだろう。いや、それは、ま、マジでありますよ。マジで、それはあると思う、はい、いや、で今日は勝負したいの、はい、あー、そういうことか。ランボルギーニとゲレンデ、はい、どっちに乗ってる方がモテるのか。で、ランボルギーニに乗ってこいってことだったんですね、今日。そうそうそう。なるほど。で、どっちがモテるんかな、どうなんだろう。言うてでもね、はい、あの、男受けはするかもしんないけど、はい、女の子にあんまりね、ランボルギーニはね、あの、受けないと思う。わかんない、わかんないですよ、良さが。え、それ聞き方にもよるです。どういう風に、誰がどう聞くんですか。とりあえず、はい、エリア、女の子の質も違うから、エリアを3カ所でやって。今めっちゃこだわってる、渋谷、はい、原宿、はい、あと表参道かな、はい、この3カ所で女の子に、はい、まあ、声をかけまして、まあ、今暇ですかと。あ、で、2人で行って、はい、で、はい、女の子に声をかけて、はい、で、もし暇だったらドライブしませんかって言って、はい、で、どっちの車に乗りたいって聞くっていう。平等ですね、それだったら。そうそう、そこでナンパのトーク力はいらないってことですか。いらない。なるほどなるほど。なんだったらもうナンパだから、柴田の車に乗りたいとかラバーの車に乗りたいじゃなく、なるほど、そのどっちの車に乗りたいみたいな。あそれ別に僕らいらないんじゃないですか。それマネージャーさんにやってもらえばいいじゃないまあそれでもいいけどね。パネル持って、まあ、マネージャーはちょっとあのね、パッとしないからだから、まあ僕らでやろうかっていう。ああ、めっちゃいいです、それめっちゃいい。そうでしょ。あ、クリーンなナンパ系企画ですよね。そうそう、クリーンな、すごいクリーン、うん、いや、めっちゃ面白いそれ。で、そんな感じでどっちが女受けするか、はい、今日は勝負しようということで。わかりました。で、あの、一応負けた方は一応車はこう潰すっていうスレッジハンマーでね、スレッジハンマーでグーグーって。ほんまにやります。潰そう。いいっすよいいっすよ。潰そう。負けた方じゃ車潰しましょう。あれ、負けた方車あのペチャンコにして。そこまでやったら僕らトップ取りますね。そこまで毎回そこまでやったら毎回やろう、毎回トップ取りますよ。トップ取ろう。はい、という感じで、はい、まずここ渋谷なんで、はい、そうですね、とりあえずじゃあ女の子を見つけて、はい、あの、どっちの車に乗りたいか聞きに行きたいと思います。わかりました。いいです。さあ、どうしましょうか。あれです、です聞き方がね。そうです、だから今から、原宿に一緒に行こうってことで、うん、で、ちなみに車 2個選べるけど、どっち乗りたいの方がいい。ああ、そうです、そうしましょうか。そうです。でもほら、どっち、人気投票じゃないからさ。好感度というのはだいぶ低いから俺。僕も低いっすよ、好感度は。結構低いっすよ。確かに。あの子は、あの子はいける。めっちゃいいじゃん。ちょっとだけいいですか。動画映れます。はい、あ、やばい。
たいんですけど、あの今その原宿まで一緒に行こうっていう企画をやってて、お時間ある方にで、まあ、車で移動しようっていうのやってるんですけど、お時間になりますか？本当に行ける、本当にそれだけの企画なんです。一緒に行くだけの企画なんですよ。それでもカオさんです。何も特に何もなくて一緒に行くだけするんですか？いや、もうそれで終わりです。一緒に車で原宿まで行くだけですっていう企画なんですよ。大丈夫ですか？はい。お、じゃあ早速車の前にまで行きますか？車止めてるんで、あの、スタイルの横に止めてるんで、で、車、あの、ER で選んでいただいて乗っていただいて、で、ただそれで行くだけです。大丈夫ですか？ OK、OK。 よかった。じゃあちょっと一緒に、はい、行きましょう。じゃあここなんですけど、はい、今から原宿に一緒に行くのにどっちの車がいいですか？あの、回答権ってことでいいですか？そうですね、回答権代表として、回答権代表者どっちがどっちがいいですか？おーマジかマジで。いやいや、だってあれめちゃめちゃ物入んないよ。収納スペース、え、かっこいい、かっこいい、ゴキブリみたいじゃない？マジで、かっこいい、マジか。後ろには乗れないんですもん。後ろ乗れない。ちなみに彼女はどっちですか？彼女だとしたら、え、こっち。マジで珍しい。あ、まあ、珍しいよね。車のことは分かんないですよ、多分。これ車種は分かる？全然分かんない。分かんない。あ、そうなんだ、見た目だ。マジか。こっちは分かります。あの、車種は分かる。ベンツ。ベンツっていうのは分かる。あ、ベンツ。あ、すごい高い。あ、ベンツは分かるんですよ。マジか。分かったよ。じゃあもう原宿まで行きましょうか。まあ、ちょっと擁護するんだったら、なんていうんですかね。いいよ、擁護しなくて。擁護せっくていいわ。乗ってみたいけど、実際、いろいろ考えたらこっちって言うと思います。まあ、乗ってみたらね。一回乗ってみたい。じゃあ、ちょっと乗ってるところも、ね、ちょっと動画に撮らせてもらって。じゃあ、代表者として一緒に行くんで、で、一緒に、別で一緒に行って。あ、わかりました。原宿まで行きましょう。はい。原宿解散で大丈夫ですか？はい、大丈夫です。はい、OK、すいません。はい、シードレスしていただいて。え、すごい、めっちゃ可愛いですね、オレンジ。本当ですか？中もオレンジ。え、これマイカーですか？これマイカーです。すごいですね。いやいやいや、全然全然。僕の車です。すごい。いや、すごくないですよ、別に。普通です。おお、すごい。いやいやいや。え、でもかっこいいですけど、見た目がかっこいいですけど。デートに注意してください。彼氏とドライブデートするって言ってこれで来られたら恥ずかしいです。でしょ、恥ずかしいです。え、なんかガチガチじゃんみたいな、うん、でも一回乗ってみるんだったらあっち。ああ、確かにね、こういう機会じゃなきゃなかなかやっぱ乗れないもんね。ああ、なるほど。いや、だからその彼氏がデートで乗りつけて嬉しい車はどっちみたいな。ああ、だとこっちだと思います。ああ、あれだな、俺が負けた車の悪口を言ってたらめちゃめちゃ惨めだな。あんま車内広くないしとか惨めだな。でも実際普通に日頃乗るんだったらこっちの方がいいですよ。いや、だと思うんだけど、それから慰めでしかないからな。いやいやいや、そっか。どうでした、乗って？すごい。音とか何がすごかった？小児か。小児です、小児です。ずっと小児みたいな話をしてました。ありがとうございました。ご協力ありがとうございました。本当にありがとうございます。はい、じゃあ、はい、1戦目は渋谷で、はい、まあ負けたけれども、まあ、原宿はちょっと年齢層上がるかな。下がるんじゃないですか？下がる。原宿っすよ、より若くなる。タイぐらい聞いていって、ちょっとでもさっきは若すぎたから、はい、もうちょっと上の層に行きたい、はい、だってさ、はい、ランボルギーニも知らなかったしベンツも知らなかった。まあそうですね。でしょ、やっぱ。まあでも知ってたらどう。全然言い訳にならないですよ。全然言い訳にならないですよ、それ年が上でも同じ言い訳しますよ。いや、でも俺のその横に乗った子は、はい、あれだから、まあ一発最初乗るんだったらいいけど、はい、普段乗るんだったらこっちですねって言ったし、まあまあそうですよね。あと初めてのデートで、はい、彼氏が乗りつけてどっちの車がいいって言ったら、はい、こっちは恥ずかしいって言った。ランボルギーニは、あの、実はそれ言われたことあるんですよ。これもともとオレンジの車じゃないですか。あの、なんか言われたのがこれ黒じゃなかったら絶対乗れないって言われました。あー、だよね、言われました。ちょっと質問を変える。
そう変えてここでも僕が1本取ったらもう負けですからね。そう、相撲変えて、はい、初めてのデート、彼氏、彼氏が車で来た、はい、どっちの車がいい、はい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 、これだって俺絶対いけるわ、はいはいはい、間違いないと思う。ただこれ2本目で負けたら俺負けだから、あるっすあるっす。そして、ね、ちょっと年齢層上げたいね俺は。あーいいっすよいいっすよ、ちょっとまあそうですね、大学生とか大人社会人ぐらいに行きましょうか。そう、はい、ちょっとだけ年齢層が上がった。そうですさっきよりは、はい、今おいくつぐらいですか。20歳ぐらいですか。はい、20歳。みんな20歳ぐらいです。大学生、はい、大学生、社会人、社会人なんですね。ちょっと質問したいんですけど、今からちょっと表参道まで一緒に行ったって そういう企画なんですよ。で、時間あります？はい、お、いける。ありますか？じゃあ今からその一緒に表参道に行ってくれませんか？はい、それで解散で大丈夫です。それ一緒に行ってそれ解散で大丈夫です。本当にそれだけいいね、はい、じゃあ早速聞いちゃう、早速聞いちゃおうか。車まで行きましょう。じゃあちょっと整理してもらっていい？車で移動するんです。車まで移動しましょう、はい、代表者、柴田さんの中選んでくださいよ。じゃあ代表として、はい、初デート、彼氏とドライブデートです。どっちの車で乗り付けてきたら嬉しい？ここのこれともですか？これです。ランボルギーニウラカンとベンツ G クラス。絶対こっちです。やったー。欲しい車だよね。分かってる。やっぱガキはダメだな。これだったらあんまり乗れないから、2台持ちだったらこれでもいいです。ああそうだそうだ、質問の仕方ですよ。分かってる質問の仕方ですよ。そうかな。例えばさっきの質問で言うと、まあこれ柴田さんの勝ちですけど、じゃあ今から表参道行くんですけど、どっちの車に行きたいですかって質問だったらどっちって答え変わります？どっちの車に行きたいですかって言ったら変わる。はい、ただ今から移動するだけ。あ、じゃあ乗ってみたいって言ったら、ちなみにじゃあちょっと意見を聞いて、どっち、彼氏が車に乗り付けてどっちが嬉しいですか？私も彼氏だったらこっち。おお、戻ってほしい。どっちですか？こっち。おお、こっちがいい。こっちがいい。あー、分かったやったまじゃあ、このあれでいきますか。そうですね、はい、じゃあ表参道まで行きましょう。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。どうでした？乗ってみてどうだった？かっこよかったです、はい、もうずっと興奮しましたから。かっこよかったって。かっこよかった。いやでも、車内では、はい、まあ1回乗るんだったらそっちだけど、なるほど、ね、まあ普段乗るんだったら、はい、ゲレンデだよね。なんか悪い男みたいじゃないですか。1回だけの男だから。そうか。どうでした乗り心地は？めっちゃ良かった。めっちゃ良かった。大きいから。確かに。どっちかですもんね。究極ですもんね。そうだね、やっぱり。どうでした？いや、ありがとうございました。ありがとうございました。一応これがもう最後だから、はい、これで負けたら、はい、もう車はもうスレッジハンマーでぶっ壊すから。本当にやっていいの？本当に。だからもうそれはもう そうよ。僕はそれ2台、3台車持ってますからね、言うて。俺もハリアあるし。あ、そっか。全然いいっすよ。聞いていきましょうよ。今日ここで壊そう。だからここで。じゃあここで行きましょう。はい。じゃあ質問、ありがとうございます。彼氏の。はい。ちょっと質問なんですけど、はい、彼氏に乗っててほしい車は、はい、このランボルギーニと、こっちのベンツのどっちですか？彼氏が乗ってたら嬉しい。彼氏だ、代表者としてちょっと答えてください。あとおーおー理由は？あ、形がかっこいい。嘘だ、目おかしいんじゃない？ちなみにどっちですか？おーほらマジ？ありがとう。マジちなみに理由は？あ、派手すぎ。あ、恥ずかしいっすよね。恥ずかしいですよね。恥ずかしいってやつですね。嘘だ。いやマジ僕の勝ちですね、ということは。ちょっと、まあ誰でした？やったよ、やった。やっぱちょっと年齢層も上がって、お金も持ってそうな感じだった。まあまあ、そうですね、ちょっとね、ちょっと小綺麗にされてましたから、おしゃれに。
やった。じゃあ壊しますか。じゃあランボルギーニ壊そうか。でもはっきりしたね。やっぱランボルギーニは派手だよ、かっこいいけど、はい、ちょっと恥ずかしさがある。そうです ね。デートで乗りつけたらちょっと派手すぎて、そうこそね、囲まれるんでしょ、うん、だからちょっとデート向きではないかなって。そうですね、まあ、まあ分かりますよ、うん、場所とシチュエーションを選びます、相手と。そうね、そう、まあ本当にまあこう都会だったらいいけど、はい、田舎だったらよりないわってなる。よりないです ね。確か違和感しかないもんね。マジか、だったマジか。じゃあ壊しますか。あれがちょっとスレッジハンマー、あれあのトランク入ってるから。いやちょっと一回待ってください。一回待ってください。女の子が喜ばない車なんか。一回待ってください。ごめんなさい、本当ちょっと一旦待ってください。乗ってても意味ないから。壊した方がいいよ、壊した方が。マジ喜んでるんですけど、この人。本当にちょっと本当に勘弁してください。いやいや、ダメだよ。あれがほら、スレッジハンマー持ってきて。本当にこれ見てください。この通りです。あら。この通りです。あらららら。柴田さんに土下座するの今年2回目。柴田さん、この通りです。これ今、これ見て、ゴミ置き場ですよ。ゴミ置き場で僕、本当に。ああ、そっか。本当にちょっと壊すのは本当にやめましょう。ああ、分かった。じゃあ。壊すのは本当に勘弁してください。まあ、そこまで言うならしょうがないな。あ、しょうがない。機嫌いいから。今日機嫌いいから。そこまで言うならしょうがない。まあ、じゃあ、モテないけどね。女の子はあんま好きじゃないけど、これか、これ乗って帰るといいよ。今日はお疲れ様。すいません。はい、そんな感じで今日はですね、ゲレンデと、ランボルギーニ、どっちに乗ってた方が女の子にモテるか、検証でした。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。しまった。